はいどうも、妖怪三国志国取り図今回もやっていきます。友達招待ね、これすいませんありがとうございます。3名の方からね、新規いただきまして、ちょっとね、お名前見せちゃっていいのかちょっとわかんないんで一瞬で閉じちゃったんですけど、すいませんご3名ありがとうございます。こちら私の方にはねガシャチケットが来たと思うんですけど、招待ねしてくれた方にねいろいろコインがいったと思うので、私もねサブアカ作ってみたいなと思いますね。はい、それではね復帰の方ね、またお待ちしてますので、がめついな。復帰はね4人目以降もあんだね。新規は3人までなのね、3人までなんで、そうですね、私に3これ以上やってもお互いもらえないのかな、ちょっとわかんないんだけど、すいませんお三方本当にありがとうございます。ということで今日はね、今回ねガシャやりたいと思いますね。ありがたい、本当にありがたい。チケットが10連チケットもねゲットしちゃいました。ということで今日はログインボーナスもねあるし、いやーありがたい。ということでね、友達ね、招待キャンペーンね、私もなんかあれなんだよな、復帰じゃないんだよな、新規だな。復帰のアカウントはちょっと持ってないのでサブアカできたらね作りたいと思います。一応ね、新規が、さっき見せた通りガシャチケットね、そして招待した人はね、招待された人、新規開始の人、新規開始をこんな状態から始めれるなんてね超いいよね。そして復帰の人、復帰は超いいよね。12月9日以前最終プレイ限定だから、12月9日以前やってない人いいね。招待した人、招待された人ってね、これ逆じゃねえの招待された人がこっちなんじゃないの、これ逆だよねきっとね。復帰友達、招待された人、された人、まあ日本語のあれかな、でも招待した人、した人がした人だからな、なんかこれ日本語を間違ってんのかな。新規友達を招待した人、これ逆じゃねえの、多分逆だと思うな、ここはな。まあ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 、一応そこは、友達招待のね、とこに、出てますんで、私ね、招待されたので、あ、そうか、した人ってあれか、そうだよね。俺がリンクを貼って、そのリンクに対して、あれだから、そうか、くれたのは俺だけど、招待した人は俺だ。いや、合ってんだ、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、ということでね、ガシャね、いただいたチケットでやりたいと思います。でよくね質問いただく、ピックアップガシャどれがいいと、こっちとこのストーリーイベント大活躍のこっちのガシャとね、ダウンロード記念ガシャどっちがいいかっていう質問よくいただきますけど、わかりませんまずね出るかもよくわからないし、ただね一応こまみちゃんは出たっていう人すごいよく聞きます。なので結構300万ダウンロード記念ガシャっていいような気もするんですけど、正直ね分かんないっすね。まあ、当たるんだったらこまみちゃんがいいだろうし、リンネがいいだろうし、シュカ様いいだろうし、ソルカ、調整ソルカいいと思う。調整ノルカは知らないけど、そしてこっちのね今回はちょっとね私妖怪ガシャの方をやります。でこっちもねすごいいいんですよ、このねサンタたちがねすごい能力高いっていうかね、いいんだよね、能力というか。キラコマなんかさ不思議のくせにさ勇まし豪傑アップみたいな、あれこんな妖怪いたよな、弱点に逆に強いって妖怪誰だったっけな、忘れちゃったけど、しかも食べ物もねそんなんじゃない、全くすき焼きいらないとかさ、なんか小生キラコマサンタ味方不思議族陽気上昇ってあるから、今後なんか不思議イベントが来そうな気もするけど、いやさこのサンタ軍団いいのよみんな。小生ジバニャンもすごいのぶつかりもあってアイテムドロップもあるからね、
兵糧ドロップアップもあるし、勲功アップもあるしさ、もうゲットできたら使いまくるっていうか、うん、まあ絶対よく使う妖怪に入ってくる。でコマサンタとか調整つかないコマサンタもこうやってね、うん、雪にアップとかさ、雪にアップって少ないんだよねって感じで、キラコマサンタもねいいのよ。とにかく、あ、キラコマサンタもこういう能力なんだ。あれごめん、さっき調整キラコマサンタ見てないのかな。調整キラコマサンタこっちか。あ、同じだね、能力に似てんだね。うん、ということで冬にゃんサンタもさいいのよ、ぶつかりダメージダウンとかさ、うん、だから何がいいっていうのはね難しいんだよね。うん、冬にゃんサンタ欲しいな。冬にゃんサンタ新規なのかな、それとも以前からあったのか。ちょっとね去年ねあんまり私ね三国志楽しめてなかったんだよね。うん、なのでただ一番欲しいのはもうジバニャンサンタ、ダントツ、ダントツかな、わかんないけどジバニャンサンタですね。もうとにかく仲間になる確率アップということで、これをね本当に前も言ったけどね、持ってる方すごい羨ましくてね、うん、アイテムドロップアップだし、夏季ということでね、勲功ゼニアップということで、まあ何でも来いっていうね、おまけ妖怪ということなんで、はい、私はね今回10連ガシャチケットねいただいたんで引きたいと思います。で一応チケットもねおかげさまでたまったので、明日にねピックアップガシャを引きたいなと思ってます。一応ピックアップはね、いや正直小生ソルカも欲しいし、いやもうほんとさ困るよね、強すぎて。みんなシュカ様もねあのパワーアップ妖怪に入ったんで、シカ様ね持ってる人超羨ましいなと思いつつ、あ、妖力18アップだからすごいねこれね、妖力18アップすごいじゃん。コマミちゃんは、コマミちゃんだってさ強いじゃんね、ということなんですよ。はい、という感じでわかんないっす誰か教えてほしいなっていうぐらいで、まあただねとにかく状況によって、で例えば今だったらその得意種族苦手種族ってあるから、もう状況によって活躍する妖怪が違うし、私だったら夏木が欲しいからコマス、あのジバサンタ欲しいとかね、まあ、本当目的によっていろいろなんでね難しいっすよ本当。はい、ということでねイベントコインガシャもなんとなく26個あるんで一緒に引いていきましょう。ストーリーイベントね、ちょっとミッションやればもっと引けるね。ああまた溜まったね。ということですごい長くなっちゃったけど引きましょう。国取りコインでちょっと運落としてからやりましょうか。いやーほんとありがとうね。よし、これでいいランクだ。じゃあまずはまた今日朝引いた分、あ、また40連金だ。行きましょう。なんか100連一気にやりたい気分だけど、あと16回で1体確定だから、なんかそろそろ出てほしいな。100連とかね一気に引いたらちょっとネタとして良かったのかもしれないけど、いやーでも正直どうってピックアップガシャ20連した方がいいのかなって思うんだけどね。ジバサンタ欲しいんだよね。うーん、危ね。さあ金来い。宝珠なんてあんの、しかもたったの5宝珠、すごくないこれ。金がこれ、まあもうあと6回ってとこで、次はね6回目で確定です。なんでぶつかります。いやーマジでどうなのよ。さあこれは確定だね。あれ、あ、赤から出ることもあるんだ。多分6個目で出るんだよね。うん、なんかみんなすごい出るって言ってるけど、俺はあれなんだよ、多分1突目がねガシャじゃなくてねあれにしちゃったのが失敗なんですよね。あのミッションで取っちゃったのがいけないよね。ミッション最後だよね、ほんと俺のバカバカバカって感じだよね。さあ行きましょう。お、ぶつかった。吹雪姫は今ね国取りアップだから非常に
とつればとつるほどね、あの勲功ゲットのが上がるからね。あ、2個来た。こういうこともあるんだね。そうそう、俺はこれを想像してたんだよずっと。札、札かい。あ、でもあと46回って見えてんじゃん。ってことで札、宝珠に続いて札でした。はい、これでね、4凸ですね。なんかほんと超凸してる時にこのガシャめっちゃ引きたいんだけど、なんか貯めといた方がいいのかな、ガシャは。でもなんか専用コンとか出てこないよね。あ、これダメだね。これは金ピカにならない。まあさっきの40連はひどかったけど、今回はね、2個落ちたんでまあまあかな。こう下に移んないとね。さあ最後来い。うん、ダメでした。ということで、まあ、これね、急突すると9回落ちると確定になるでね。はい、ということで、じゃあすいません、お待たせしました。くん取りコインよいしょ。やべ、 B ランクだ。いいの出しちゃった。ヤマト、ヤマトいいな。あれ、エンラエンラね、映画で活躍しましたね、エンラエンラ。あれ、セバスチャン B ランク D の出ちゃったよ。ちょっとね、一回運落とさせてくれ。悪いね、10連無料ガシャあるからね。本当毎日が楽しいよね。毎日がスペシャルって感じで。さあ、ごめんなさい、行きます。私は一応 A1 体以上確定ということで、こっちを行きます。レッツゴー、ウィスパー、よっしゃ。でもこれだけじゃ A ランクか分かんない、ね、金になれ。調整でもいいぞ、頼む、変わってくれ。うわ、変わんねえ。ぶつかったから A ランクかな。いや、でも金が1個だ。でもこれ A ランクだな。 A ランクなんか1個出ろ。うわー、観光地、いやー、あかん、 A ランクが出ない。あ、 A ランク出てんじゃん、頼む。ジバサンタ。いや、こいつ強いんだけどね。いや、知ってるよ、こいつ強いんだよ。彼しばらく強いんだよね。よく使われてるもんね、加護を与える。え、なんでみんなよく使うの。あれ、しばらくって強いんじゃなかったっけ。いやー、雷イベントの時かな、ぶつかりアップ。これフェス妖怪かな。ぶつかり1体があるんだ。あー、また、いやー、もう10連引きてえな、もう10連引きてえな。もう10連引いていいかしら。19あるから、チケット あと1枚ゲットすれば主家様のやつ引けるから。ちょっとごめん、俺はね、こっち引きたいわ。 Go。 うっ、あー、ダメだー、やっぱダメか。頼む、頼む、ダメか。いや、変わんね。あー、かな。ジバサンタが欲しかったんだよな。まあでもね、皆さんね、あ、 A が2つも出た。うん、まあ皆さんもね、悩んで自分で考えてね、引いてみてたい、見ていただければと思います。まあ私はちょっとね、爆死したんで、まあね、皆さんからいただいたね、チケットだったんで、悔いはないです。コマサンタもみんないいよね、ほんと。コマジロウは雲あり、コマジロウ雪か。いやー、ほんとまた来年になっちゃったなー。また来年になっちゃったな。また来年か。ジバサンタがもうまた来年まで待てんよ、冬。ずっと待ってたんだよな、ほんとな。はい、じゃあでもね、しょうがないですね。ガシャとはこういうもんですね。また一からね、私はチケット貯めてね、宝珠があんまないんでね、頑張ります。プレゼントね、くれた方、本当にありがとうございました。復帰。復帰は小生コインなんだね。復帰の方お待ちしておりますので、私のコメント欄覗いてみてください。
はい、皆さんガシャどうだったですかね。よろしければコメントで教えてください。ストーリーイベントはね、なんかもうみんなすごい進んでるよね。私全然進んでなくて、レベルがやっと31まで行きましたね。31だとこうなんだよね。29だとこのメンバーで、30超えるとねこんな感じで、まだねあんまり何にも考えずに戦ってます。そろそろねなんかレベル40から難しくなるとかね、もう60行かれた方もいるっていうことで、すごいよね。ちょっと昔のランクアップイベントを除いて、誰だっけ、曹操のね、弱点、うん、確認して頑張りたいなと思っております。いやーまだね楽勝だけど、これ強くなるんだよね。全然俺追いついてないんだよな。ちょっと曹操の弱点なんだっけな、昔のランクアップイベントに何かあったような気がしたんで、再生リストちょっとね確認してやりたいと思います。はい、おお3個もらえた。そう結構ねもらえるんだよねこんな感じでね。じゃあ皆さんねストーリーイベント頑張っていきましょう。まだあと7回できるんでね、40にねもうすぐでいけるかなと思います。修練ね相変わらずやってるんでね、どんどん鍛えていきますよ。はい、じゃあ今回はこんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではねまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。